こんにちは。整体ニコニコ伝えのテトです、ということで今日はですね、腰痛を改善することをテーマにですね、お届けしていきたいと思うんですが、今日ですね、ちょっと質問にお答えする形でですね、丸くなって寝るのはいいですかと。まあ、寝るときにですね、こう丸くなって、ちょっとエビみたいなね、エビみたいな感じで、ちょっと丸くなって寝るのはいいですかということで、ご質問をいただきましたので、それにお答えしていきたいと思います。結構この寝方ですね。寝方で腰痛が改善してくることもありますし、やっぱりこの根本的に腰痛にならない体質になるためには、このやっぱ寝る時の姿勢、これ結構重要です。で、まずね、この答えから言いますとですね、まず丸くなっていいかというと、丸くなっても OK です。ただそれがですね、長期間、2ヶ月、3ヶ月、ね、半年とか、毎日のように丸くなって寝る。これはですね、やっぱ腰痛になりやすくなりますし、腰痛が、まあ、改善しないということにもつながっていきますので、そういう人はですね、ぜひ仰向けに寝られるようにしていくというのが、とても大事になってきます。なぜなのかと言いますと、まずこの丸くなってしまう人っていうのは、お腹周りがこう、硬いんですね。硬いから、丸くならないと、寝れないです。どういうことかというと、ね、丸くなるってことは、こうなって寝るわけですね。横から見るとこうなって寝るわけです。ということは、体っていうのはね、こうまっすぐな時に、前側と後ろ側の筋肉っていうのが、ちょうどいい長さ、本来の長さになるようにできてますので、これがこう丸くなっちゃうってことは、このお腹側ですね、こっちの体の前側の筋肉が縮んだ状態になるわけです。で、縮むとどうなるかって言ったら骨盤が、まあ寝ますとね、倒れます。骨盤倒れます。で、そうすると腰に、どうしても負担がかかって、まあ腰痛になってしまうということになりますので、根本的にですね、腰痛を改善したりとか、腰痛にならないようにするためには、寝た時にこう丸くならなくても、寝られる。まあ要は、仰向けに寝ようと思ったらまっすぐならないと寝れないですから、仰向けに寝れるように、まあ持っていくと。まあ、横向けでもいいんですけど、横向けでも、あんまりこう丸くならないように、体を整えていくということが、大事になります。で、そういうふうに寝方が変わってくるとどうなるかと言いますと、寝方が変わってくると、まあ今までね、こうやって寝てて、お腹がどうしても寝てる間に硬くなっていってしまいますね、このまま寝てると。なので、それがこう、ある程度伸びて寝れるようになったら、このお腹があんまり硬くならなくなります。これですね、腰痛の人は、まあ、腰ばっかり気にしてるんで、まあ、お腹がね、硬いっていう、まあ、そういう印象というか、お腹が硬い感覚っていうのは、まあ、ほとんどの人はないわけですけども、まあ、こうなってるとね、お腹が硬くなってます。なので、こう、これがね、こういうふうに、ある程度伸びて寝れるようになれば、お腹がだんだん、寝てる間に、硬くならなくなりますので、ということは、骨盤がね、そんな倒れなくなってくるわけです。ということは、腰の負担が減ってきて、まあ、腰痛も改善しやすくなりますし、腰痛にならなくなるということにつながっていきますので、まあ、今日ね、一個エクササイズをやりたいと思いますので、それをやっていただいて、できるだけ早い段階で、まあ、あまり丸くならないように寝られるように持っていくか、もしくは最終的にはやっぱ仰向けですね。仰向けで寝られるようにしていくというのが、大事になります。もちろんですね、寝方は横向けに寝るのもいいし、仰向けに寝るのもいいし、うつ伏せに寝るでも、どれでもいいんですけども、もうどれでもできるというのが一番いいわけで、丸くなって寝てる人ってのはそれしかできないんですね。しかも、どっちかを横にしないと、右側を横にする、下にするか、左側を横にするか、大体決まってくることが多いんで、そうするとどうしてもこの寝てる間に固まってしまって、で固まるから、こうね、これで固まっちゃうんで、ね、腰が伸びなくなってしまって、で、腰、ね、負担がかかってきますので、ちょっとずつでいいので、いきなりこの、1日2日で、いきなりね、伸びて、仰向けになって寝れるかって、そうはならないですから、まあね、そんだけ、長年のものでそうなってしまってるんで、じわ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 と、まあ、数ヶ月くらいかけて、だんだん仰向けになれたらいいな、というぐらいで持っていくといいかと思います。ということでね、今からこのお腹を柔らかくして、自然にスッとね、まっすぐね、丸くならなくても楽に寝れるようにするエクササイズをお届けしていきたいと思います。はい。ということで、このエクササイズはですね、仰向けになって行います。まず、こんな感じで仰向けになっていただきます。
で、もしこの、まあ、最初この仰向けがしんどいと思うんで、両足は曲げていただいていいです。曲げると、腰のこの辺ですね。この辺が床につきやすくなりますので、寝やすいと思いますので、まずはこういうふうに仰向けで寝て、両足を立ててください。多分これ伸ばすと、ここ、腰がね、浮いてきて、ちょっとしんどいと思うんですね。だから、横向けになりたいわけなんで、なので、まずはこの、横向けに寝てるように、足を曲げた状態で仰向けになっていただきます。で、このようになりましたら、手をですね、この腰に入れます。手の甲ですね、手の甲を腰に入れます。入れるときに、ちょっとね、足をこう横倒すと隙間が生まれるんで、入れて、今度反対に倒すと、今度反対入れやすいので、って感じで、ちょっとずつこういう風に横に足をね、揺らしながら手を腰のところに入れると。でここに入れましたら足をですね、こう、ゆらゆら揺らします。で手の甲が、腰に当たると思うんですね。それを感じながら足をこういう風にゆらゆら揺らします。で足はこう、あんまり大きくやっちゃうと、このお腹、腰周り緊張入っちゃうんで、入らないぐらいで、ゆったりとね、ゆっくりと、揺らすと。足がまあ浮かないぐらいですね。倒しすぎると足浮いてくると思う。足の裏が浮いてくると思いますから、足の裏が浮かないぐらいで、ゆったりと揺らすと。で、ちょっとこれぐらい揺らしたら手をね、少し下に移動します。ちょっとね、横にこう倒しといて下に移動します。で、反対も下に移動して、ちょっとね、手の位置を下に移動した状態で、これもまた、ゆらゆら、ゆっくりと、小さく、揺らしてあげます。とても気持ちいいと思います。はい。ということで、またちょっと下に移動して、これでまた、ゆったりと揺らしていきます。という形でですね、何回か揺らしたら、下に、手を移動すると。いうふうにやっていくんですね。そうすると腰から骨盤にかけて、緩んでいきます。で、さらに下ですね。お尻の下の方までいきます。でもしこれ肩がきつかったり手がきつかったら、まあ無理せずやってください。もしこの時にね、手が痛いっていう人はこうね、ここにタオル入れていただいてもいいので、手の代わりにタオルを畳んで入れてください。という感じでですね、ゆったりと揺らしていきます。はい。ということでまたね、足を横に倒して手を出していただくと。で、これでですね、ちょっと足を伸ばしてみましょうか。そうするとさっきよりね、ここ腰がね、さっきよりつくと思うんですね。それぐらい腰に緊張が入っていると、まずね、足伸ばせなくなるので、まずこれ一つと。あとは先ほど言ったお腹にも緊張が入っているんで、今度はお腹に手を乗せますと。これで足をまたね、こうゆらゆら揺らしていきます。これもね、気持ちいいですよ。何回か揺らしたら手をちょっとまた下に移動して。手はですね、こう押さえつけなくていい。ただ乗せておくだけでいいですので、ゆらゆら揺らしていくと。で、さらに手を下に移動して。腹部の方ですね。下腹の方まで緩めていきます。これ感覚のいい人はわかるんですけども、この手の触れているところが気持ちいいなっていう感じがすると思うんですね。で、そういう感じがしたらですね、OK です。それは緩んできている証拠です。で、もしわからなくてもだんだんですね、わかるようになりますので、慌てずやっていただくといいかと思います。で、足のこの付け根の鼠径部のところもね、手を振って揺らしてあげます。あとは横ら辺、この辺もいいですね。はい、こんな感じです。で、やりますと、さらにこれで足を伸ばすと、さらにね、スッと伸びてくるかと思います。で、この状態になりますと、こう横向きに寝たときに、あんまりこうしなくても、なんか割といいかなっていう感じがすると思うんですね。で、それぐらい骨盤周りの筋肉、まあ、すると腰とお腹。ここが、緊張していると、
結果的にですね、丸くしたい方が、まあ楽なんですよね。だから丸くしちゃうんで、それはそれで OK なんですけれども、やっぱそれが長く続くと、その筋肉もよりね、お腹側が硬くなってしまいますし、腰回りも反りやすくなっちゃうし、で、それから、まあ骨盤がね、やっぱ寝てしまうんで、やっぱ根本的に腰痛っていうのは改善しなくなってしまいます。なので、そのために根本的に腰痛をね、改善するためには、今みたいにちょっと緩めていただくというふうにしていただくといいかと思います。なので、これやったら、ちょっとね、いつもよりは、丸くしなくても寝やすいかと思いますので、それがね、徐々に、緩めていって、そして、だんだんと、仰向けに寝られるように持っていくというふうにしていただくといいです。ということで、まあ、いきなりはね、仰向けに寝れないと思うんで、慌てず、まずは、ちょっとね、伸びたかなっていう感じすれば OK ですから、で、それがちょっとずつね、伸びてきて、仰向けになってくれるように、なってくるようにね。もしこのエクササイズだけで足りなければ、まあ、四つ這いとか、おはよう休みとか、ああいうのもやっていただくといいかと思いますので、こんな感じでやってみてください。で、またやってみて、わかんないことありましたら、コメントやメッセージをいただけると嬉しく思います。ということで、また、この動画ね、いいねと思った人は、いいねマークとチャンネル登録をお願いいたします。っていうふうにね、根本的に改善するためには、ちょっと一般的な体操とか、エクササイズのようにこうね、ぐーっと伸ばしたりとか、めっちゃなんか筋トレしたりとかしても、あんまり意味ないです。というか、かえって緊張が入っちゃって、余計骨盤が寝るんですね。骨盤が寝ないようにそういう負荷をかけたトレーニングができればいいんですけども、基本慢性的に腰痛になっている人は、何かやっぱ負荷をかけてやると、緊張しちゃうんで、まずは緩めるというところからしていただいて、骨盤がある程度整ってきたら、そこから負荷をかけて、よりそれが安定するように持っていくっていうのが正しい順序になりますので、そういうふうに取り組んでいただければなというふうに思います。よりもっともっとね、根本的に改善する方法を知りたい人は、下の説明欄のところに、メールと LINE 登録できますので、そちらから登録していただけますと、非公開動画がね、見ることができますので、まあ、より改善したい人はそこから登録をしてみてください。ということで、今日はですね、腰痛改善ということで、丸くなって寝るのはいいですかということでお届けしました。徐々に、伸びてね、寝れるように持っていきましょう。ということで、本日もどうもありがとうございました。